2曲目、暴言の宿、下野幸之さんで、第4代目の日本、教会さんとされた林勲さんはたくさんの歌を歌っておりました。この歌も林勲さんが自身で作曲し歌ったヒット曲です。さあ、それでは暴言の宿、福田さんです。いやこう思えば福田さんでした。